ビートライフニュース。今週からは衣装も春らしくしています。うん、そうですね。本当に色鮮やかでこう春らしいなっていう感じで爽やかですね。ファッション界はね、やっぱり 2,3 ヶ月先取りしていきますので、我々も春っぽく元気でいきたいと思いますね。はい。はい、さて、いよいよ始まっております。ネクストゲート特集。うん、今週はネクストゲートのスタッフが着ていたスタッフ T シャツを紹介したいと思います。はい、こちらですね、ネクストゲート2013、なかなかね、ロゴがバッチリ決まってかっこいいですね。はい、そしてこちら側、今回このスタッフ T シャツにご協賛いただいたワトジスさんのロゴが入っております。ということで、今日はワトジスさんのお店を紹介したいと思います。リポーターはオルトタイプさんです。どうぞ。はい、こんにちは、オルトタイプのりょうちんです。ヒカルです。今日はオルトタイプがとてもお世話になってるお店、ワットジスに行ってみたいと思います。早速行きましょう。店長のケンタ君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年の2013年のネクストゲートの、スタッフ T シャツも協賛いただきありがとうございました。で、見て分かると思うんですけど、このパーカー、ヒカルも着てます。オルトタイプとワットジュースのコラボのパーカーです。他 T シャツもあったりして、本当にいつもワットジュースさんにはお世話になってます。ありがとうございます。それでは、ワットジュース常連客オルトタイプがお届けするワットジュースのここがおすすめ、行ってみましょう。ヒカルから。はい、じゃあこちらでどうぞ。はい、はい、僕がおすすめするのは、こちらのキャップ、スタンプド LA の、キャップです。はい、僕も気に入ってて何個か持っているんですけども、すごいおすすめです。このキャップは次の春からドープっていうロゴが一切なくなってしまうので、今だけのお求めのアイテムですね。僕のおすすめはこちらです。これ全部ワットジスのオリジナルの商品なんですけど、アウターからシャツでパーカーまで、やっぱりワットジス好きとしてはオリジナルの商品は外せないですね。国内生産にこだわって、クオリティ面っていう部分ですね、そこもかなり視野に入れてやっているので、長持ちして着ていただけるアイテムが揃ってます。それでは今日は特別にケンタ君に僕たちをコーディネートしてもらいたいと思います。 Here we go again, it's wicked jacketTake the subway, what they all say. Still we walk and talk the same way. Not committing, far forgetting. Below the law and now they're fretting. ヒカルのイメージを崩したくないっていうのがまず一番にあって、そこに何かスパイスを加えるっていう意味で、この僕と同じホワイトのパンツをチョイスしてみました。上半身はもう彼のイメージ通りかなっていう風な感じですね。両親のやっぱ特徴といえば、やっぱりこの髪の毛なんで、それも踏まえたトータルのコーディネートを意識してみました。で、意外ときれいめな格好してるんですけど、こういったコートをあまり着てるイメージがなかったので、ちょっと僕なりのスパイスとしてこういうコートを当てはめてみました。どうでしょうか。それでは最後に店長のケンタ君からお店のこだわりをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。この2人のスタイルを見て分かる通り、すごい様々なスタイルを楽しむことができるお店です。こだわりというのは、お店側としてよりはお客さん側に持ってほしいなっていうのが僕らのコンセプトとしてあるので、それの、まあ、スパイスを僕らで与えることができるお店を作っていけたらなと思っています。ビートライブ TV、リポートありがとうございました。そしてなんと今回こちらのスタッフ T シャツを記念に視聴者プレゼントさせていただきます。はい、この T シャツを着て思いを込めて、来週からのネクストゲート特集ぜひご覧ください。応募方法は番組のエンディングで。続いてはインフォメーションコーナーです。